今日は肉の山本の豚丼、これめちゃめちゃうまいです。それと豆腐とメカブトロールの味噌汁、シンプルです。これで食べたいと思います。よし、ここちょっと時間ないからまたまた食べようか。こういうのがいいか、逆光やもんな。パッ、はい、どうも、バテモス協会でございます。というわけで今日は豚丼を食います。ちょっともう時間がないんでちゃちゃっと食べます。パンもいただきます。ああ、うん、落ち着きます。味噌汁飲むとね、ホッとするね。ご飯はね、炊きたて梅ピリカ、うん、やっぱ好きかも、この食べ応えのあるご飯。北海道の人は基本夢ピリカ食べてんのかな。うん、美味しい。炊きたてなんで熱いです。これ食べるとね、いつもね、千歳空港のドライブイン伊東の豚丼がすげえ思い出す。あれうまかったな。今まで食った豚丼で一番うまかった。うん。例えるなら、うな重のうなぎが豚になってるみたいな。おそらくね、動画にもなってると思います。ドライブイン伊東の豚丼、あれは本当絶対食べてほしいな。北海道行った時には。あの、北海道では焼き鳥っていうと豚串らしいですよ。鳥じゃないやんってね。
うまい。そこの豚丼食べてもらいたいね。肉の山本豚丼で調べれば多分通販であると思いますよ。これね、これはあの僕の誕生日プレゼントでね、プレゼントでもらったやつなんで販売している商品ではありません。皆さんとこ雨は大丈夫でしたか？うちはね、電車止まってますけど全然大丈夫です、うちはね、うん、学校とか警報で休みになってるみたいよ。せっかくはこれ飲んだら、豆腐が狂気的に熱い。鼻をすするのって書いてあったけどね、ちょっとティッシュをねここに置いてないの、ごめんな。まあティッシュね持ってくるわ、買ってあんねんけど、うん、パソコンの横へちょっと優先してあっち持って行っちゃったからさ、うん、よく使うんだな、そこね。まあよく使うって言ってあれなんですけどね、やるから40代半ばでも、俺40代半ばやったっけ。まいった、うん、あやっぱり汗が出る、やっぱり汗が出る、熱い。というわけで肉の山本の豚丼と豆腐の味噌汁食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっと私は仕事行ってきますからね。あ、皆さん明日からお休みですね。良い休日を。